海上自衛隊最大級の護衛艦出雲と、加賀の F-35B 戦闘機艦載改造計画が、着々と進む中、世界では、無人機へのシフトが急加速し、なんと、アメリカが、第6世代戦闘機開発を中止するとの発表も。今回は、護衛艦出雲と、加賀の改修工事完了で、イージス艦も、打撃群として、編成を詳しく見ていきます。日本は海洋国なので、護衛艦や潜水艦は必須。あとは、無人機の開発と導入でしょうね。サイバーだけでなく、ドローンパイロットも育成しないと。2023年現在、世界で6番目を数える。排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはり、その防衛戦力の要として、海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針に則った装備体系の整備を継続している。大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に閣議決定が行われた、中期防衛力整備計画審ため、今時より、防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を、護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。海上自衛隊の護衛艦において、その世界的な基準に照らせば、も、が、身型は、フリゲート、艦式号、FFM、マヤ型等のイージス護衛艦は、駆逐艦、艦式号、DDG、そして出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、ヘリ空母、艦式号、DDH に該当する。出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、現時点でも、海上自衛隊が保有する、最大規模の艦艇であるが、回転翼機を、最大で、5機まで同時に初着陸させることが可能な全通式の飛行甲板を備えており、出雲、と、加賀、の2隻が就役している。この出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が2015年3月、2番艦の加賀が2017年3月に就役を果たしたが、当時は、その全通式の広い飛行甲板を装備する外観と形状から、一部からは大きな反発の声が上げられてきた。その根拠とも言えるのが、日本国憲法が禁じている内容に、出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦が抵触すると、言う主張であり、従来から禁止令として挙げられてきた、航空母艦に、同艦は該当しているとする非難であった。確かに、1950年代の日本政府は、自衛隊が保有することを禁じられると、解釈される兵器の具体例として、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦を挙げてきたことは事実だが、航空母艦には、さらにその前にある形容詞が添えられている。きれこそが、日本の自衛隊が保有を禁じていると当時も説明されたのは、攻撃的な航空母艦という言い方であり、あくまでも、将来的に、海上自衛隊が航空母艦的な艦艇を保有しても、攻撃的でない限り、その解釈と矛盾しないとする反論だった。就役時の出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦は、その艦載機としていたのは、対潜哨戒用の回転翼機がメインであり、これらが果たす役割とは、攻撃的な航空母艦のそれとは違うというのが、日本政府のスタンスだった。しかし、こうした日本国内の解釈の問題を別とするならば、世界的に著名なイギリスのジェーン年間等の分類でも出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦はヘリ、空母というカテゴリーに数えられており、
国際的な基準に照らした際の扱いは、確かに空母の一種であるだろう。そもそも航空母艦に対して、それが攻撃的であるか否かを区別することに、本来的な意味などなく、太平洋戦争の敗戦によって、軍隊の保有は行わないという政治的なスタンスを日本が続けていることの齟齬は隠すべくもない。ただし、こうした傾向は太平洋戦争の敗戦から徐々に緩和されてきていることも事実であり、かつては陸上自衛隊では戦車という単語すら使用が自粛されており、特車という珍妙な単語が用いられいた時代もあった。さて、そんな扱いを経てきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦であるが、一番艦たる出雲が就役した翌年の2016年末から、固定翼機を運用することを想定した改修工事の実施の検討が、具体的に進められることとなった。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は、いずれも、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場にて、建造が行われた艦艇だが、同社は、2017年度をかけて、無人航空機を含む固定翼機の運用研究を、委託業務の形で取り組んだ。ここで対象とされた固定翼機とは、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した F-35 ライトニング 2B 型のことであり、同機は2007年7月に初飛行の後、2015年7月にはアメリカ軍における初期作戦能力の獲得がなされている。短距離離陸、垂直着陸が可能なこの F-35 ライトニング 2B 型については、すでに2013年中頃から日本でも導入を検討しているとの報道が行われたが、その時点で日本政府はこうした動きを否定しており、世論の動向と今後の手順を模索していたものと思われる。やがて前述した2017年度をかけてのジャパンマリンユナイテッド社が実施した無人航空機を含む固定翼機の運用研究の委託を経て、2018年末の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画の閣議決定によって、その方針は固められた。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、最大幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊の艦艇中で最大の規模を誇る。よく、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の大きさを表す表現として、旧大日本帝国海軍の正規空母であった飛龍よりも大型であるとの形容がなされるが、太平洋戦争時の艦艇と比較しても、あまり意味はないように思える。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、機関部には、ガスタービン機関を4機据えた、5ガグ方式を採用しており、これによって、最大出力11万2000馬力を発生させ、最大速力も30ノット以上を確保、最大14機の回転翼機を艦内に収容して運用することが可能である。この大きさゆえに、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、乗組員の定数も、およそ470名と海上自衛隊の艦艇の中で最大規模であるが、艦載機の運用に特化した仕様であるため、兵装は 20mm バルカン砲システムのシースを、2機とシーラ、ムッポ、2機の近接の固艦防空のみに限定されている。これとは、異なる運用思想のもとに建造されたのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の原型となった、初の DDH タルヒューガ型であり、全長、全幅、排水量のいずれも小規模ながら、ある程度、
単管での行動も意識した並走が施されている。ヒューガ、型は、基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、最大幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの艦隊であり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦よりも、2から3割は小さい。にもかかわらずヒューガ、型には、兵装として、出雲、型と同様の 20mm バルカン砲システムのシウスを2機搭載する以外にも、マーク 41VLS、垂直発射艦、16セルや、3連装の 324mm 単魚雷発射艦を2機装備しており、比較的強力な仕様となっている。裏を返せばヒューガ、型護衛艦と異なり、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、必ず次艦を護衛する他の艦艇との組み合わせでの運用が前提とされており、やはりベストなのは、イージス護衛艦との艦隊行動となるだろう。海上自衛隊は、2023年8月の現時点で、合計で、8隻のイージス護衛艦を保有、運用中ではあるが、これらは、訓練、メンテナンス、実戦配備のローテーションを考慮すれば、同時の稼働数は2から3隻というのが実情である。さらに、稼働中のイージス護衛艦は、北朝鮮島からの弾道弾の攻撃を迎撃するミサイル防衛任務のため、現状では、少なくとも、2隻が、日本の周辺海域に待機せざるを得ず、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦と艦隊行動を共にする余裕は、ほとんどない。2023年度のからの防衛予算の増加に合わせて、イージス護衛艦も、8隻から10隻への造成が盛り込まれたが、ミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦2隻が、収益を果たすまでは、こうした状況を抜本的に改善することは困難だろう。レールガンという言葉を聞いたことがありますか？日本政府が開発を急いでいる武器です。今回は、このレールガン開発は、どこまで進んでいるのかについて見ていきたいと思います。まるで SF のような話ですが、実際には近未来の話のようですよ。新年2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。それへの対抗手段として、2022年度防衛予算に研究開発費が計上されたのが、レールガンです。このレールガンについて、1月12日放送の BS 日テレ、真相ニュース内で、小野寺御殿元防衛省と小原凡司笹川平和財団上席研究員が語った内容が話題になりました。レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて話したようです。最近、国防や軍事関係に詳しい人の間では話題に上ることが多いレールガンです。では、このレールガンとはどんなものでしょう？一言で表現すると、火薬を使わず、2本の通電性の良いレールに、高電力を流し、その電気エネルギーが磁場を発生させ、レールに乗せた弾体を射出する仕組みで、電磁砲とも呼ばれる次世代兵器を指しているのです。このレールガンは、試作段階で、200km 以上の長距離の射撃が可能だそうです。理論上、
火薬で発射する銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、低コスト活連射も可能とされるので、飽和的ミサイル攻撃などへも対処可能と思われる兵器と考えられています。防衛省がこれまでに試作したレールガンによる発射試験の結果ですが、発射初速は 2300m/秒、およそマッハ6の初速が観測されたということです。戦車砲の発射発と言われる1700から1800m/秒を上回っていますし、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段として期待していると言われます。その証拠に、2022年度防衛予算では65億円に上る研究開発費を計上しているのです。前での真相ニュースの中で、キャスターから質問がありました。レールガンを開発するメリットは何ですか？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠いターゲットに当てることができると考えていますし、ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射可能と聞いていると答えた上で、アメリカ軍による地上試験では、射程 370km という報告があり、連射性能向上の可能性も述べました。そして、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるとも付け加えました。キャスターの強力な磁場を発生させるための装置は必要ですか？という質問に対しては、先行国であるアメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出力する電源装置開発が難しかったことを提示し、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったことが、その理由ではないかと指摘しました。現状で、レールガンを艦載可能な艦艇として例示したのが、統合電源システム IPS を持つズムウォルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムなので、レールガンの発射は可能と見ていますが、発射には高電力が必要なので、他の電子装置が使用不可能になってしまうため、実際に艦載は難しいとみなした上で、日本ではこういった電源システム関連の研究が進んでいるから、技術の優位性があると結論付けたのです。小野寺元防衛相へも質問がありました。現在では発射されたミサイルを撃ち落とすために非常に高価な迎撃ミサイルを使用しているが、安価で連射可能なレールガンの有用性をどう評価しているかというものでした。小野寺氏は2012年に初めて防衛大臣に就任した時からレールガンについて割り返していた多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、防衛省に再任した際には、レールガンの試作機は製作過程だったので、その段階でかなり高スペックを持っていることは感じていたとも語りました。続けて、自分は現在自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場もあって、レールガンの性能向上のために予算計上などを応援している小原研究員と同様、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている陸上配備で対応可能と思われるが、日本の専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備の一つであると考えるといった認識を示しました。番組では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性にも触れ、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動するとされる、極
超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった疑問が投げかけられました。もちろん、今後巨額に膨らんでいく可能性が高い研究開発費などにもついて、両氏に鋭い質問が飛んだのでした。電源問題については、研究員も実用化に対する一番大きな問題と認識し、電源を常に確保できる環境でなければ、蓄電池などの装備が必要になってくる。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないことを指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスにありますし、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで優位性を活用すべきと語りました。気になる極超音速ミサイルの変則軌道への対応についてですが、小野寺氏は、レールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムやPAC-3ペトリオットなど、現在のシステムと複合的に防衛に当たるとした上で、レールガンを含めて飛来するターゲットに標準を合わせて的中させるということのみの発想ではなく、当たらないまでも近距離で炸裂させるなど、様々な可能性を研究するべきと考えていて、それはまだ始まったばかりだと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、速度が上がるほど運動性が低下する事実を指摘、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変速軌道を取れるのは、空気が薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がれば、いずれまっすぐ落ちてくる。その際にレールガンを連射して迎撃できれば、超音速でも、撃墜は可能と語りました。レールガンの開発は古く、60年前の1960年代、昭和35年から構想があったそうですが、本格的に動き出したのはここ10年ほどで、実現性に疑問を挟む声もあるようです。しかし、小野寺氏は防衛大臣在任中に防衛省幹部のレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく、追艦攻撃への活用という構想もあり、実現する可能性は高いと言っているのです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、試験を終えて実用化に進むかどうかに注目したいと希望を述べました。小原研究員は、2028年までに開発を終了するというのは、かなりのスピードで、日本のこういった急速な技術開発を進められる力を、具体的に世界へ見せつけることによって、抑止力を高め、日本が主体性を持って、アメリカと共同開発を進めていくことで、中国が、日本には主体性がないと見ていた、目を変えさせることができると語りました。そして、日本が今後、革新的技術をさらに高め、ゲームチェンジャー的なものを開発し続けられるようになったら、日本下手出しすることを躊躇するようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測を述べました。上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。
海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが身型護衛艦。ネームシップで一番艦のもが身が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が三型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが三型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、三型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、総海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における、駆逐艦、デストロイヤーと、同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を、主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディット、ミサイルの G をつけて、DDG としています。出雲、型やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから、旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、三型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、
多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして FFM という新艦種の模が身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した、3900トン型護衛艦となったのです。も、が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、最大幅 16.3m、深さ 9.0m です。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている、艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、航海2型、チャンハイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年、1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、も、が身型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造された、アドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。も、が、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。も、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、
2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては 324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先日したようにマーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。またヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そしてこのもが身型護衛艦は乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。省人化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。X2 戦闘機新進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に、IHI 社製の XF9 エンジンが、世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で、F3 戦闘機開発に、弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル、コンバット、エアー、プログラムミー、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。
日本がアメリカから離れて次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは、三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールスロイス社、イタリアがアビオ社、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、それぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまで、イギリスは、フランス、ドイツ、スペインが、共同で、次期戦闘機開発として進めている、将来の戦闘航空システム、FCAS に対抗するテンペスト計画を、イタリア、スウェーデンと共に進めていましたが、今回の GCAP に、スウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアでは、ユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国で、およそ300機の需要が見込まれ、日本は、将来的に、兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって、製造、販売数が増えることで、経費削減が期待されます。他にも、兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても、優位に立てる可能性があると見ています。実は、日本は、これまで、装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。しかし、今回は革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。イギリスにとっても日本との共同開発のメリットは大きいと推測されます。その理由は FACS とのヨーロッパにおける主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスはアジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあった他に、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスター・タイフーンのエンジンであるユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。
テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年12月22日、ロールス・ロイス社は、日本と次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれにメリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに3000万ポンド、約45億円を初期投資すると説明した上で、実証機製作には2億ポンド、約304億円、を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も2022年度予算案で次期戦闘機開発費として858億円を計上。日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機開発がいよいよ本格始動するとして期待しています。日本では次期戦闘機開発エンジンについて IHI 社がプロトタイプエンジンとして XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。この XF9 は、F-15 イーグルに搭載されているプラットニー&ホイットニー製の F-110 エンジンと同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度 C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には最大で15トンを発揮するとされている高性能なエンジンですが、防衛省ではさらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期、戦闘機では、大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要になるので、かなり大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF9 をさらにコンパクトかつハイパワーにする必要が出てきたのです。これが、テンペストに搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では、現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく
性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が技術協力によってジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。